はい、皆さんおはようございました。今日はね、アプリの紹介をしてみたいなと思います。今日紹介するアプリはスリープサイクルっていう、睡眠管理のアプリです。以前も似たようなアプリを使ってたんですけどね、このアプリは心拍数も測れる、有料なんですけれども、心拍数を測るのは有料なんですけれども、があるというところでね、ちょっと気になってみて、アプリを数日前に入れてね、使ってみています。その紹介をしたいなと思います。はい、アプリを開いたらこんな画面になりますね。このまま開始ボタンを押せば、睡眠状態を、自分の寝てる状態をスマホが記録していってくれます。はい、こちらが、昨夜私が、眠っている時の状況のようです。睡眠は6時間45分というのが寝床にいた時間、その下の5時間39分というのが実際に寝た数字のようです。で、数字的には 64% っていうふうな睡眠状態ですね。で、このグラフを動かしていくと、この時間にいびきをかいたよとか、咳をしているよとか、会話してるよとか、寝言なんでしょうね、咳をしてる、いびきをしてるっていうような記録をね、スマホがずっとしてくれているので、課金しないと音は聞こえないんですけれども、状況はどんな状況だったかっていうのがよくわかります。規則性、いつ寝ていつ起きたかっていうところですね。決まった時間に決まった時間に起きる、寝て起きるっていうのが睡眠には大事というところが、この詳細ボタンを開けると書いてます。私の場合はだいたい時間的にはね、決まった時間に寝て決まった時間に起きてるっていうような形で、いい感じではないかと思っております。これは眠るまでの状況ですね。だいたい10分以内には寝てるようですけれども、体感的にはこんなに早く、寝れてるかなっていうふうに思ってますけど、スマホはそういうふうに記録してくれてます。はい、これが何時に寝たかっていう指摘ですね。目覚めた時間、私の場合だと、6時から6時半の間ぐらいですかね。だいたいそんな形で、30分ぐらいのズレですね。咳をしています。これが気になるんですよね。いびき、これも気になるんですよね。月火以外は大きくいびきをかいてますよね。4時間とか、6時間ぐらいの睡眠中4時間とかね、いびきかき続けてるんでしょうか。すごくここもね、気になるところです。ちょっとね、これみんなに聞かすと不快になるので、聞いてはもらわないんですけどもね、ずっと機械が、スマホが記録していってくれています。はい、今回私が一番気になってた心拍数の測定、ハートマークのところ62っていう数字が出てます。62でした。病院からはね、人よりも心拍数が早いよって言われてるので非常に気になってたんですけど、これ測り方がよくわからなくて、これのために課金したんですけどね、カメラに手を当てるようにって指示が出るんですけど、測れない。結局次の日分かったんですけどね、これ測定できるのは1日1回だけ、このアプリを停止ボタンを押した時に、スマホのフラッシュがピカピカっとなって、その時に手を置いてくれっていう指示が出ます。そのタイミングでないと心拍数は測れないようですね。つまり1日1回、決まった時間にね、
測れるっていうのは非常にいいのかな、逆にいいのかなと思ってます。でいろいろねこのアプリは、繰り返しになりますけれども聞いてて楽しい自分のいびきとかね、寝言とか、寝言をちょっと聞いてみると俺すげーって一言言ってましたね。どんな夢を見てるんやお前みたいな、俺すげーってもう覚えてないんですけどね、そんなあの寝言を聞いたりね、するとなんか楽しくなってきますね。でもいびきはね自分大きいのでいびきの音を聞くとちょっと心配になりますね。これちょっと無呼吸になってたんじゃないかろうかなとかね心配するんですけど、こう聞く限り無呼吸ではなさそうですね。なのでずっと記録していってくれてるので、 しかも録音しっぱなしのようなアプリと違ってこのグラフでどこでいびきをかいてるのか、どこで、呼吸をしてるのか、まあ、今吸ってますとかね、呼吸を吐いてますとかね、そういったところも出てますので、特に、無呼吸の方、心配な方はね、アプリを入れていただいてもいいんじゃないでしょうか。表示が出ますのでね、課金しなくても表示で分かりますので、今吸ってます、今出てますね、吸ってますとかね、吐いてますとか咳をしてますとかね、ずっと出てきますので、そこで確認が取れますので、十分だと思います。課金しなくても十分これは使えるアプリかなと思ってます。でこれ、レポートみたいなねものを出すのに5日間使わないとレポートみたいなのが出ないようです。まあその平均取ったりしてるんだろうと思うんですけどね、単日単日では無課金でもね、使えますので、非常にこれね楽しいし、自分の健康管理にもいいし、少し使ってみたいなと思ってます。はい、本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。